第723飛行隊は、デンマーク空軍、カーロップヘリコプター航空団令下の紹介ヘリコプター、部隊。カーロップ空軍基地に所在し、紹介ヘリコプターに、メガヘルツマイナス 60R を運用する。第723飛行隊は、デンマーク空軍創設後まもない1951年1月8日に、グロスターミーティア F4、T7 飛行隊として、 カーループ空軍基地で編成され、翌1952年にオールボー空軍基地へ移駐し、グロスターミーティアイ F-11 に基地転換した。1959年にノースアメリカン F-86D、1965年にロッキード F-104G、TF-104G へ基地転換。1984年3月には、 ジェネラルダイナミクス F-16A-B に起死転換した。2005年12月31日に第723飛行隊は、所属する航空機と要因をスクルズストロップ戦闘航空団に移管して兵隊されたが、2011年1月1日に海軍ヘリコプター航空隊からの航空機移管に、 伴い再編成され、アグスタウェストランドスーパーリンクスマーク90バイト飛行隊となった。2016年から後継機のシコルスキーメガヘルツマイナス 60R の配備が開始され、スーパーリンクスマーク90バイトは2017年12月15日に退役した。第723飛行隊で運用したスーパーリンクスマーク90バイト。ありがとうございます。